はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画でレビューをするという内容になっています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもこの動画の説明欄に再生リストへのリンクが貼ってありますのでもしよろしければそちらからご覧いただければと思います。また、えー、このレビューを聞いてくださった方は、まあ、コメント等をいただけると励みになります。またチャンネル登録およびグッドボタンもぜひよろしくお願いします。 で今日ご紹介する本はこちらの「日本の大問題が面白いほど解ける本シンプルロジカルに考えると」。 いうタイトルの本になります。内容がですね、えーとまあ、主に4つなんですけれども民主党政権の政策についてで社会保障制度について税制度についてまた最後地方文献といった、えーまあ、この4つのテーマについて主に話をしているんですけれども現状として、まあ、その日本の問題点、まあ、どこが問題であってそれをどういうふうに解決すればいいのかということを、まあ、数字とかデータを用いてロジカルに説明しているという内容になります。 でまあ、例えば、ですね、えー、デフレと円高はなぜ良くないのとか、えー、法人税ゼロは大企業優遇じゃないのかとか地方分権ってまあどういう意味があるのかとかまあそういった、えー、まあ普段のニュースでもですね取り上げられているんだけれどもなかなかシンプルに答えが説明されていないような内容について、えーまあ、ロジカルに説明をするということがまあ主眼なのかなというふうに思いました。 でこの方はですね大蔵省の経験もあって、えーまあ、そのあたりはですね非常にまあ当事者として、えーまあ、問題に取り組まれていたということもあって知識が非常に豊富でですね明快な説明っていうのが読みやすかったかなというふうに思います。 全体の印象としてはそんな印象なんですけどもちょっとまあ1点だけあの、まあ、コメントというか気になった点があったので、えー、少しお話をすると例えばですね、えー、と一部の問題の説明についてはちょっとシンプルすぎるというか、まあ、あの本の目的がですねロジカルシンプルに考えるということなので仕方がない部分はあるかと思うんですけども少しこう単純化しすぎたりとかまた分かりやすさを追求しすぎて 少しその本質的な内容というかポイントをまあ見失っているところもあるのかなということを少し感じながら読ませていただきました例えばえっ、ー、と日本の金利は低くないですよというような説明がこの本の中でまあなされていましたでその理由としてなぜかというとまあ、金利が低いまあ 0. 何とかそういう低い金利に対して物価上昇率も低いから日本の金利っていうのは低いというふうに悲観的に見る必要はありませんよというような説明がこの本の中でありました ですけれども例えばですねこれ日本国内でまあ暮らしている、まあ、多くの日本人にとっては何となく納得感のある腑に落ちるような説明だと思うんですけれどもじゃあちょっと視点を広げてみて海外で高金利で資産を運用してで為替のいい時にまあ日本円に戻すということをすると今の理論っていうのはまあ成立しないんじゃないかなということをあの私は感じながらまあ読ませていただきました。 でもちろん多くの投資家、まあ、その海外まで目が向いている投資家さんというのはですね、まあ、そういった動かし方も含めて投資判断をしていると思いますのでつまり日本の金利は問題なんだと言われていることには、まあ、そういったその海外との比較という意味でも、まあ、もちろん あの考えななきゃいけないわけけわですよ、ね、まあちょっとそういったところはあのシンプルにというところを追求しすぎたのかまた読者として、まあ、日本人の大衆を想定しているからということなのかわからないんですけどもちょっと、えーまあ、残念というかあの簡単に単純化しすぎかなというような印象を受けました。 これで最後なんですけれども、まあ、全体の感想としてはです、ね、あの今お伝えしたような、まあ、ちょっとこう単純化しすぎている部分はあるのかなというような部分で、まあ、自分もあのよくよくその内容について勉強しないとちょっとこうミスリードされてしまう部分はあるのかなということを少し感じたんですけれども、まあ、問題の本質に対してです、ね、シンプルかつロジカルに迫ろうとするような姿勢というのはあの非常に素晴らしいんじゃないかなというふうに思いました。あの高橋さんの まコメントとかですねあの他のまメディアでも何度か拝見したことがあるんですけどもあの2010年当初,当初からですねまあ、変わらずあのそういった姿勢を持っていらっしゃる方なのかなというふうにま感じましたので、えー、まそういった部分は非常に面白く読ませていただきましたはい、えー、今日は以上になりますよろしければチャンネル登録グッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。